ニュースが入りました。先ほどね、森友獲得決定っつってね、歓喜の動画を出してもらったんですけど、はい、すいません。もうその数時間後に、こんな動画出すことになるとは思ってました。はい。日本ハム、オリックス、伏見とライノを獲得決定でき、3年総額3億円の好条件提示、近日中に正式表明。はい。あ、これも決定ですね、これも。日本ハムがオリックスから国内 FA 権を行使した伏見とライ選手を、獲得することが決定的になった。11日の交渉解禁後に私、この日までに3年総額3億円の好条件を提示して、すでに有力であったが、伏見も十分に誠意を感じ取って、近日中に正式表明です。はい。ビッグボスの思いが通じた。優勝を目指す翌年、ぜひ伏見くんの力を貸してほしい。というラブコールを送ってね、副獲得に乗り出して、なんか決まったみたいです。俺たちのビッグボス、ビビビビ、大してくるぞ、おい。ということで、この伏見選手が、おそらくですけど、もう移籍するんでしょうね。もうこの移籍は仕方がないんでしょう。もう玉突き事故ですよ、森友選手がオリックスに来る。同じ日に伏見選手が日ハムに移籍。これはもう完全にもう出来レースですよ。だからもう伏見選手は森友が来ること分かってるから、もう移籍するんでしょうね。で、地元や北海道は。まあ仕方がないとはいえどもね、寂しいですよね。このオリックスの2連覇というのは伏見選手の力なしでは絶対できなかったので、まあその優勝メンバーの一人がね、同じパリーグのチームに行ってしまうというのは非常に、辛いところでございます。いや、ビッグボス！いや、ほんまに本気出してるやん。来シーズンに向けて。伏見選手取るわ。積極的にトレードするわ。な、江越選手とかも取ってな。斉藤幸喜選手も取って。なんか、アリエル・マルティネス選手も取るみたいに言うてるでしょ。本気やん。これでコンちゃん残留なんかしてみよ。来年マジで、ビッグボス、これ有言実行するんちゃうか。もう2位も最下位も変わらない言うてるけど。俺ちょっと来年本当にビッグボスに震えて眠ってるんですけど、球場も新しくなるしね。そうですよ。敵に回した伏見トライという選手は本当にいやらしいと思うんですよ。特に宮城投手、達也投手のこのカーブ系のピッチャーを非常にうまくリードしてましたしね。やっぱりその下位打線に座って意外性のあるバッティングというのもね、まあ、今年も結構決勝打多かったんじゃない。普通に敵に回したら非常に嫌な選手ですよ、伏見トライという選手。この伏見選手の流出を、本当軽く見てはいけないと思うんですよ、僕は。本当に気をつけた方がいい、来年ビッグボスには。ビッグボスのところは来年、まあ一応宇佐美選手がいるけども、まあそこと併用するんかな。宇佐美選手も今ね、新婚ということで、まあ頑張るな感じきと思うんで、まあだからそこと競争させてね。いや、だから来年日ハムが一気にキャッチャーの層も厚くなるね。まあ、アリエル・マルティネス選手も取るんであればね。伏見選手自身にとって、この FA というのは、オリックスファンとあれを抜いたら、非常に伏見選手の中では、めちゃくちゃいい FA なんじゃないかなと。やって、地元に帰れてやで。で、3年3億。年俸だから1年1億や。今年の年俸が4500万。もう倍増以上やね。伏見選手が、3年3億、毎年1億円もらうねんで。まあまあ、正直ね、正直、伏見選手、成績だけを見れば、まあしかも併用されてるということで、まあその年俸1億円もらえるほどの成績かと言われれば、普通にやってれば多分年俸1億はいかない成績ですけど、ほら、この FA したことによって、3年3億ってすごいいい契約もらえてやで。伏見選手にとってはこの FA めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、伏見選手、よかったら上がった年俸分、ちょっとでもいいんで、今度次発売した時に、優勝へタオル買ってください。お願いします。伏見選手、今までありがとうございました。はい、ということで、伏見選手のね、来年以降の、野球人としての活躍と、来年はビッグボスと一緒にやるということですけども、ぜひともオリックス戦は手加減していただけると嬉しいです。最後に伏見選手、来年エスコンフィールド行くんで、一緒にキツネダンス踊りましょう。そして一緒に炎上しましょう。